翼があってこの空を自由。そうですね、若原とかあとは後藤さんとかのやっぱり交代っていうので、短い時間でもディフェンスの激しさとか自分の運動量を生かして、短い時間でもしっかり思い切ってプレーできるようなところで、まあ、出されてたんじゃないかなって。仕事っていうのはやっぱスリーポイントも得意で、その得点の部分とディフェンスっていうので出されてたんじゃないかなって思ってます。怪我に関しては、逆に怪我する前よりも、状態はすごいいいので、問題ないかなと思うんですけど、やっぱり公式戦っていうのが3ヶ月ぶりくらいだったので、その面でちょっとやっぱ初めは緊張している部分もあったので、そこはもうちゃんと冷静にできるようにしたいなとは思います。チームとしてはやっぱりプレーオフ進出っていうような形としてはないんですけど、それでもやっぱ試合ができるっていうことに気持ちとして、最後まで全力で40分間バスケットを頑張るっていうことで、個人としても全力で、出た場面ではコートの外でも中でもやっぱ一生懸命プレーとか、コートの外ではやっぱりファンの方も応援してくださってると思うので、全力でやりたいと思います。チームとしては自分たちの持ち味はディフェンスからのブレイクであったりアグレッシブなところだと思うので、まあ、来シーズンにもつなげるためにも最後までしっかりやりきりたいなっていうのと、個人としてはまだ全然ダブルに入ってからプレーができてないので、まあ、最後の3試合でしっかり自分のいいところをファンの方たちに見せれたらいいなと思います。昨日の試合で今日の入りは向こうもすごい最初からやってくるっていうのは分かってたんで、そこを受けないようにして自分たちのバスケットをできるようにっていうことで臨んだんですけど、やっぱりちょっと最初から向こうの流れになってしまったっていうのが全体的な、でも課題もいっぱい見つかったので、あと2試合最後までチームで頑張っていきたいと思います。昨日の試合は入りから雰囲気も良くて自分たちの流れにできたんですけど、今日は出だしから相手のスペースで自分たちの流れに持っていくのが今日はできなかったので、切り替えて来週のあと2試合チームで出して頑張っていきたい。躊躇することなくシュートゴールに向かう姿勢、すごいチームにいい影響を与えているので、そこは継続して頑張ってほしいで、まあ、そのアーリーで入ってるのでまだまだチームになんか慣れないこともあるかもしれないけど、そこはなんか頑張ってやってくれてるので、これからしっかり、まあ、一緒にアジャストしていけばいいんじゃないかなとは思ってるので、そういう強みをもっと出して頑張ってもらいたいです。コンさんのシュート力もあって、自分も見習わないといけないところ部分もたくさんあるし、すごいなんか自分とかチームのみんなに声かけてくれることが多くて、ちょっともう助かることがあって、それでコマさんがいてくれてとても心強いです。やっぱこの状況でなかなか
あのうちのチームの強みってブースターの方だったりファンの方だったり地域密着だったりそういう身近な方がすごい応援してくれて共に戦うっていうのがチームの強みなんですけど、今のこの状況でなかなかそういうことができないっていうのはまあ確かに辛い部分でもあるんですけど、もう試合ができることに感謝して、自分たちのバスケットはそのディフェンスから走る、なんかもっと元気にバスケットするところを、最後あとは2ゲーム最後までチームで戦っていきたいなと思っていますので、応援よろしくお願いします。平均身長本館チームより低いんですが、努力さえプレーをしてミューズらしいプレーができて、いい雰囲気でラスト2試合戦えるように練習から